暇な工場。ゴールデンウィークみたいな連休期間に入ったらしい。けれど、その前に長らく休んでいたので、申し訳ないと思って出勤したら、暇だった。パートさんは一人もいない。同じ部署の正社員もいない。別の部署の正社員たちが臨時に配属されている。作業台のレーンの左右に間隔を置いて並び、何やら流れ作業をするつもりのようだ。黒っぽい制服ばかり並ぶと異様に映る。慣れない作業は効率も悪かろう。それでも出勤した以上始めなければならない。立派な工場と多くの正社員を有することが仕事のない会社にとって負担になっているのだ。こんなことなら遠慮せず休めばよかった。